創業から86年芦別にある滝沢ニア。今年就任した滝沢社長は3代目40歳東京の大学を卒業し旅行会社に勤めた後二2007年に地元に戻ってすぐにある転機が訪れたちょうどリーマンショックが2008年か9年ぐらいだったと思うんですけどもその時にかなり注文量が落ちてしまってそれで自社の何かオリジナルの 商品っていうのを新しく作って売っていかないとっていうのでそれでちょっと新商品のアイデアを求めて東京の展示会に行ったんですよね、まあ、あのたまたまそのペーパーウッドってあの分厚い厚紙をあの挟んだ合板んが、まあ、見栄えもそうですしあのちゃんと使える素材としてできそうだなと思ったのでインテリアライフスタイル店ですねフルスイングさんと、えっと、名前は合板研究所っていう名前で出店したんですね。 滝田さんたまたま東京に来てたのか「ご飯研究所」っていう名前がすごい気になったらしくて割と名前大事だなと思って東京の展示会で目にしたものそれがペーパーパウッドだそれも衝撃でしたね普通に小口のきれいなご飯を作ってるっていう自負はあったんですけど異素材と組み合わせるっていうのは僕らの業界では誰も あの思いいつかなアアイディアだったんですよねその木の樹脂を変えてみたいなとこまではいったとしてもなかなか紙を挟むっていうアイディアにはやっぱならなかったのでかなり衝撃を受けましたねすっかりペーパーウッドの虜になった滝沢社長なんと翌週には林さんを北海道に招きプロジェクトがスタートその名もプライウッド・ラボラトリー 紙と木材による美しい小口オリジナリティにあふれるデザインが特徴だでこれ機械で全部やるってなるとその材料の厚みの管理とか滝沢さんとこすごいこだわってるのが節が出たらそこをちゃんとあの埋めてとかかなり丁寧に作ってるのでだから量じゃなくてやっぱりクオリティで勝負するっていう。ペーパーパウッドみたいなあの割と 値段はそんな安くないご板には向いてるっていうかすごい相性よくその後も進んでいった機械にはできないことをまあ割と丁寧にちゃんとやってるっていう感じだから量じゃなくてやっぱりクオリティで勝負するスタート翌年にはグッドデザイン賞を受賞その後も毎年のようにパリの展示会などに積極的に出展する その甲斐があって海外からの問い合わせが相次ぐようにそして去年あのグーグル本社からも声がかかったペーパーウッドで作った特注の白いスツール40脚を200万円で受注することにニューヨーク近代美術館のサイトではペーパーウッドでできた時計が販売されている。 そしてもっと身近なところにもこちらは千歳の森本本店北海道の素材にこだわり SDGs にも取り組む店内ディスプレイの至るところにペーパーウッドが使用されているではコメンテーターを紹介します北海道大学の平本先生ですよろしくお願いします,します札幌信用高校校長の赤瀬さんです よろしくお願いします。いや、本画のあれ、合板?。そうですね。間違いなくじゃ、僕も使ってたわけです。そう、そうたと思います。ああ、それがもう世界で評価されていると。そうなんですよ。おさん、どうでした?。美しかったですね。私、家具屋さんに勤めたこともあるので。いろんなことやってますね。家具屋さん。そうなんです。イタリアの家具の輸入を。 やってる会社で働いたことがあるので、えー、あの小口の美しさとか、えー、もう気になってしょうがなくてなんか触ってみたかったですね。えー、<laughs> そうですか。はい、世界で評価されるのもわかる感じします。あ、そうですねあの技術力っていうふうにねおっしゃってましたけど、うんうん、結構こう家具って洗い物は本当に洗いんですよ。えー、あの美しさとかよりも用途とか機能性とか取るんですけどあの美しさというのはやっぱ日本の技術ならではかなと。あのベニヤの 製造業者さんたちは異素材と組み合わせるっていう発想がなかったっていうところが面白いなと思いましたね,ね紙と組み合わせると従来のベニヤでは考えられなかった可能性が生まれたっていうところがいい話だなと思います <laughs> これぞまさしくないんですかイノベーションみたいなところなんですかよくよそ者の方がイノベーションに関わるっていうあれに近い話かなと思いますですから皆さんもまだお気づきじゃない実はここに、はい、うそ <laughs> <laughs> 後ろご覧くださいあ、おいしそうあ、えぇ〜タイムさんこれ触ってみてくださいあ、しかも気持ちいいどうですか、触ってみたくなったおっしゃったから <laughs> いい <laughs> これは何使うんですかこれはですねペーパーウェイトとして、えー、こんな風にこうポンとなるほどデスクにあったらできる男ですねこのペーパーウェイトどのようにして作られているのでしょうか続いてはその部分を覗いていきます 世界が注目するペーパーパウッド加工する前はこのような状態薄く切った木を3枚重ねその間に再生紙を挟み込んだ合板だ使われているのはシナノキやシラカバといった銅酸の木材最も薄いものでは0 6ミリの板を重ねる見た目の悪さやささくれといった ご飯の悩みの種の断面を美しく見せることで魅力に変えている一番その厚みの精度っていうのがかなり重要になってきていると思いますそこはロータリーの短パン工場の方では一応プラスマイナス0 0 5ミリっていう規格の中で作れるっていうのはかなり強いですどんなに最新のマシンがと思いきや活躍していたのは40年ものの機械 3日間ほど温水に浸して柔らかくした丸太をロータリーベースという機械で薄くかつらむきにしていくこれで厚さを聞いてピー一にしてそれだったら製品むいてみて、はい、それで製品見ていいのか悪いのか判断してまたそこからビジネスにしていくような手作業で合わせることが多い、はい、なんと手作業 手作りのゲージを使い指先の間隔で厚さを調整するこの薄い紙のような板を別の工場で貼り合わせるここでも一枚一枚手作業しプレスする。 仕仕上げは木工職人の手仕事だ。こっちとこれとこれの3面、斜めに乗ってるから、そして真ん中で頂点が出るで、<ー>この頂点が大丈夫だ自分の手、手手だったら、ね、インプットしなくて目を上げた、見たこと聞いただけで感じるわけそして。 ペーパーパウッドののもう一つの決め手、それは素材を生かしたデザイン力だ。合板って構造材とか裏方で使うことが多いんですけれどもあのもっと積極的にこの色がついている小口を見せる使い方をしたりとかあとその切り方で例えば斜めに切ったりこう少し丸めたりとかまあ今までなかった新しい。 素材になりうるなっていうのが。海外のデザイナーとかも。新しい。素材を探している。人が多くて。防犯ってまあ、昔から。世界中にあるので。そこになんか、こう、新しい要素が入ってきた。っていうのは、すごい新鮮に映るんじゃないですかね。環境への配慮も。接着剤は人体に影響がある。ホルムアルデヒドを含まないものを使用。 コストはは高くなるものの、工場内でで再生可能エネルギーで作られた電気だけを使うようにしていし、この木材産業ってだけ聞くと、もう今、衰退産業みたいな形で取られることが多いと思うんですけど、今、一番注目されている環境産業と木材産業、かなり近いところがあると思うので、うまくその環境の方に僕らの木材業界を持っていって、それでそれをビジネスにうまくつなげていければいいなと思ってますね。

さあ美しいペーパーウッドがこうして作られているというのをご覧いただきましたけれども滝沢社長こんなお話をされていましたご覧ください新しい機械があれば、うん、もっといいものを作れるのかもしれないんだけれど今あるこの設備でどうやって大手と戦っていくのか、うん、それは手間をかけて人間の技術でみんながやっていない分野にやってあの手を出す、うん、そういうところが機械が古かったからこそ出たアイデアなのかもしれないですとお話しされてましたなるほどな ね、今おっしゃってる通りその古い機械とまた、うん、職人さんの技術っていうのとこの社長のなんか新しいアイデアや行動力っていうのが、うん、全く新しいものを生み出したっていう例なのかなって思いますよね高級合板っていうジャンルがあるって初めて知りました。うん、<laughs> 高級板板板ね,ね合板ってて突きとかでこう隠してしまうの 場合だと割と表面に貼っちゃって中に入れるお家の見えないところにわれてるねまさにイメージなんですけど見せちゃうデザイン力デザイン力これもやっぱり重要ですねですよねはいこのペーパーウッドが売り上げ全体の5%ほど今占めているそうですあそうこれではい。 ななかなか見た目のインパクトがありますよね、うん、何だろうこれはと思う、うん、そういう驚きがあるっていうのがすごいなと思ったのとあとそのグーグルの本社とか、えっと、モーマーですか、うんえっと、ニューヨークの近代美術館ですとかそういうところでなんていうのかないち早く。 世界の人が目をつけているっした逆に言うとその日本、まあ、我々北海道に住んでいて、はい、こういう企業さんがあることを残念ながら知らなくってうでこういうその世界の人たちが注目するような技術と製品を出しているっていうことを知らないっていうあたりに、まあ、残念さを感じるとともに滝沢ベニヤさんももっと情報発信したらいいのになってちょっと思いました。うんはい さあではそんなところで太郎さん。おおね、か難しいですけどね。一言は、い。ややっぱりこう企業にとって大事なのは着実なまあ技術の継承とアイディアですよね。このアイディアをこう生み出すなんか素性ってすごい大事だなと思いましたね。いやすごいいいいい VTR。いや勇気の出るね。これ相当こう勇気出ましたよ。なるほど。 そのアイディアと言いますと、うん、滝沢社長まだまだアイディアを生み出しているそうで、はい、ペーパーウッドではないんですが大手のジム機メーカーとの新商品の開発ですとか<ー>三重大学と共同開発で 3D プリンターの原料をこの木くずでできないかなという研究を始めるそうで,<ー>そうです SDGs もそうです、ね、素晴らしい環境との融合というのもアイディアとしてあるようでした、はいはい、では次のコーナー参ります 続いてはテレビ北海道と系列局四局実はありましてテレビ大阪、テレビ愛知、テレビ瀬戸内そして TVQ 九州放送とあるんですがその各局がですね各地域の話題をお伝えするローカルビジネスサテライトのコーナーです今回はテレビ瀬戸内が担当していましてお城に泊まってしまうよという取り組みですどんな内容なのか民泊ならぬ白泊というそうです CM なとお伝えします